Peggy 18。はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ダイングライト2の攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ダイングライト2ストーリークリア後約35時間プレイした後のレビューを紹介ということでね、いや、ダイングライト2いよいよ発売になりましたということで、先日までねクリアまで連日配信っていうのをやっていて、一応ストーリーをまあ一周目をクリアしたって感じなんだけれども、今日はその辺のことについてね軽くまとめて紹介したいなと思います。で、本日の動画の概要なんですけれども、まず最初にね、私のこのゲームに関してのあとプレイしての結論をズバッと述べてしまって、次にまずあのバグとかエラーについて結構コメント欄でもらってたので、それについてね最初にお答えして、でその後ゲーム全般の印象をちょっと解説して、でその次にボリュームはどうなんだという質問もね結構来てたので、ボリュームについてちょっと詳しく解説して、でその後ストーリーについてちょっと詳しくね解説して、で最後に戦闘とかパルクールもしくはクラフト要素とかについてまとめて終わりにしたいなと思います。よかったらね購入とかの参考にしてみてください。でまず私の結論なんですけれども、私の印象は、まあ、神ゲーは超えてるんだけど150点つけたいなと思います。で神スルメゲーかなと言いたいです。やればやるほど面白くなっていくタイプのゲームだという感じです。でまあなんでそう思うのかっていうのはね、これからちょっとずつ説明していきたいなと思うんだけれども、まずバグやエラーについて、これライブ配信中結構質問できてたんですね。で私は PS5 版のパフォーマンスモードで発売時間からずっと配信してたんですけれども、33時間クリアまでかかってたんですけれども、大きなバグとかエラーに一切遭遇しなかったんですね。なのでその質問が来ても私には一体何のことだかわからないと、私とか配信をね見てくれてる人たちには一体何の話かわからないというぐらい、私たちはバグとかエラーに遭遇しなかったんですね。でクリア後に1回だけなんか出たり入ったり、メニュー画面に戻ったり、ニューゲームまたもう1回始めてみたりとかしてるうちに音バグが1回発生したと。でこれは PS5 を再起動すれば治るってやるやつだったんだけれども、まあ、それが起こったかなぐらいですね。なのでバグとかエラーについて詳しく知りたい方は私たちにはちょっとわからないので、それをね扱ってる配信者の人のところに行ってね聞いた方がいいんじゃないかなと思います。で次にゲーム全般の印象を説明したいなと思うんだけれども、まあ、とにかくですね、ダイイングライト1をやってた人だったらダイイングライトを再びその新しくやり直せるみたいな、そんな気分にさせてくれます。もう一回ね新しくダイイングライト、あ、始められたみたいな、面白いみたいなね感じにさせてもらえるゲームです。で完成度自体は多分総合的に見ると高めかなという印象です。つかかなり高いと思う。ボリュームもでかい上に、まあ、ボリュームとかも含めてね完成度はかなり高いゲームなんじゃないかなという印象です。で難易度は序盤高いと感じると、もう主人公が弱いんですよ。だから序盤高い目かなと思うんだけれども、後半になってくるとかなり余裕が生まれてきます。で強くなった主人公でもそれでもかなりきついエリアとか出てくるので、まあそれはそれでね十分楽しめるんじゃないかなという印象です。でマップとかのグラフィックはそこまで良くないかなという印象です。草とかねよく見るとハリボテなんですよ。薄っぺらいぺったんこなの。だから前から見ると草だけど、横から見るとぺったんこのなんか草一本みたいな、なんかそんな感じなんですね。なんだけれどもそこには力を入れてないんじゃないかなという印象です。で人物の作り込みとかセリフ、人とか NPC とかのキャラクターに力を入れてるのかなという印象です。だから臨場感っていうのがねこのゲームでは大事にしてるとこなんじゃないかなと私は思ったんだけれども、ただマップのグラフィックとかをパッて見ていきなり見てあれって思った人は多いんじゃないかなという印象です。ただ汚いとかそういうことはないんだけれどもっていうことですね。でクエスト類は種類も量もほんと膨大だなという印象を受けております。でオブジェクトとかは使い回しが多いんですね。バッグとかなんか漁るやつとか全く同じじゃんこれって思ったりするんだけど、これは実はやり込んでいくと後半いい点になってくるところです。で良くも悪くも独特のゲームで他にはないなという、まあ、ダイングライトブランドだなというゲームになってるという印象です。でボリュームに関してなんですけれども、公式曰く全要素を見るのには500時間かかるだろうと言ってるんですね。でストーリーだけだったら私の言ったように30時間ぐらいで、まあ普通にやっても急がなくても30時間ぐらいでクリアできるんじゃないかなという感じで、サイドミッションをやって1周クリアするとしたら、まあ100時間ちょっと120時間ぐらいかかりそうかなという印象で、これは公式もそんぐらいだって言ってるんですね。
なので一周サイドクエスト全部やってストーリーも全部クリアしてってクリアまでってすると130時間ぐらいかかるのかなってことだよね。ただし分岐がかなりあるんですね、このゲーム。分岐が、選択肢があって、その選択によってその後の展開がガラッと変わるんですよ。本当になんかね、自分のやったことのその答えというかアクションのその影響がもうその後すぐにバーンって出るようになってるゲームなんです。これがね面白いなとは思うんだけれども、ちょっと気にその辺を気にしてねプレイしてほしいなとは思うんですけれども、何かした後のその後の反応がねすごい分かりやすいゲームなんですよ。しかも劇的に起こるの、このゲーム。それがね面白いなと思うんだけれども、まあとにかくですね、分岐がかなりあって10人いたら10通りのストーリーになってるんじゃないかなという印象があるので、なんとも言えないですね、本当やり直したいなという感じですよね。ただ残念ながら今のバージョンだとニューゲームプラスがないんですね。なので1周目の状態を引き継いでやり直すとかができないので、現状ねストーリーとかを見るためにやり直す気になれないんですね。それがアップデートで早く追加されないかなという感じなんだけれども、まあ間違いなくニューゲームプラスはねアップデートで追加されるとは思いますので、まあそれまではのんびりサイドクエストとか探索とかクラフトとかでね、武器の素材集めとか武器を強化したりしてちょっと難易度の高いところに行って、まあコープとかで楽しんでもいいかなとは思うんだけれども、まあそんな感じでね今遊んどくのがいいんじゃないかなという印象です。でストーリーに関してなんですけれども、とりあえず1を全く知らなくても全然 OK ですみたいな感じで遊べると思います。1は1やってるかどうかはね関係ないかなという感じですね。1をやってたらちょっとねちょっと深く楽しめるかなぐらいだと思ってればいいと思うんだけど、1をやってなくても2からでも全然楽しめるという感じです。でストーリーはその人との会話シーン、これがねすごく充実してるなという印象があります。声優さんもちゃんと日本語をそのなんちゃって日本語じゃなくてしっかりと会話してくれるというのがね伝わってくるので、ストーリーがね臨場感がすごいですね。でさっきも言ったけど、選択によって劇的にその後が変化するので、これによってどうなるんだみたいのがねワクワク感がね結構あるんですね。これが面白かったなと思います。とりあえずストーリーはすごい楽しめたんだけれども、ちょっと冷静になって考えると、あれこれどういうことなんだろうみたいな、なんかそういうことがね結構あるんだけれども、まあ面白いかなみたいな、まあまあいいかなみたいな感じで、とりあえず乗っとけみたいなところはあるんだけれども、ストーリーもねでも一生懸命練られてるなという感じですね。で個人的に私の選んだストーリーなんだけど、初見時のストーリーはすごくねかっこよかったです。私はおかっこいいな、これいいなって思ったので、下手な映画見るよりね楽しかったので、まあライブ配信でね全部アーカイブで残しておりますのでね、興味のある方はそちらの方も見てみてください。概要欄にねリンク出しておきます。でサイドクエストの方、こちらもねちゃんと声優さんがいて会話がねしっかりあるんですね。だからサイドクエストも一個一個ね楽しめるかなという印象ですね。なのでバックグラウンドが結構クエスチョンマークが多いから、資料をねいろいろ集めて、その彼は一体なぜこれをしたかったんだとか、これをやると一体これはどういうことだったんだみたいのがね、資料を集めるとなんとなく見えてくるのかなって印象なので、資料集めもねしたくなるという感じです。で戦闘とかパルクールに関してなんですけれども、戦闘は最小難易度高めに感じるかなと思います。最初の方に言ったんだけど、主人公がとにかく弱いんですね。だからすぐやられちゃうとか、アクションを一生懸命やっても意外とねなんか相打ちになったりしてパリーも決まらないとかいうこともあったりしたので、最初難易度高めかなと思うんだけれども、レベル4ぐらいになると逆に主人公の方が強くなってきて、そうするといろんな戦略がね取れるようになるので、レベル4ぐらいから逆に余裕が生まれるかなという感じです。でスニーキングしなきゃいけないとか、脱出しなきゃいけないとか、もうガチンコで戦わなきゃいけないとか、ボス戦とかね、いろいろあるんだけど、それのね量とか質とかがバランスがいいかなという印象です。で昼と夜の特徴があるんだけれども、昼と夜のその戦闘することのメリットとか、何かすること、探索に行くメリットとかが非常に明確なんですね。なのでその分かりやすくて、それがどちらもね面白いという感じです。だからスニーキングと探索がメインでしたいっていうんだったら夜行くのもいいし、もしくは脱出したいとか、別にもう何でも関係ない経験値がただ欲しいっていうなら夜歩き回ればいいし、昼にまあ戦闘とかちょっとモッドを試したいとか、昼でその敵がちょっと弱ったりあんま強くない時に試すとか、なんかそういうのもありかなって感じですよね。
で、いろいろアクションとかが豊富なので試し始めるとちょっとね面白くて、そのコンボ技とか考え始めると沼にはまりそうかなって印象ですね。結構ね派手にそのアクションとかがあるので面白いなという感じです。でパルクールに関してだけど、私の印象だけど多分このゲームの死因の8割9割はパルクールですね。パルクールで事故ったという説がありますね。多分そうだと思う。みんなやればわかると思うけど、パルクールで事故った時の死亡率が半端ないので、多分死因の8割はパルクールかなという印象です。でパルクールもアクションがすごい多いんですよ。これがね、ただアクションが多すぎて慣れないと、このオブジェクトに今のこのパルクールしようと思ったんじゃないんだよみたいなことがあって、で事故って死ぬみたいなそういうことがたくさんあるので、パルクールは慣れないとちょっと厳しいけど、ただ慣れるとすごい面白いですね。このアクションいる壁走りとか、壁走りからドロップキックとか、なんかねそういうのがいろいろできるのですごい面白いなという感じです。操作性自体は悪くないんじゃないかなという印象ですね。ただ種類が増えるとやっぱり慣れが必要かなとは思います。いろんなところで、ね、今言ったみたいに思った通りの行動にならなくて、でオブジェクトがそのパルクールで取ろうと思った行動じゃないのになっちゃって、結構引っかかっちゃったりして、で敵の攻撃に当たっちゃうとかね、そういうことがあるので、まあ、慣れないと難しいかなというところはあります。であと嬉しいのが、各種表示スタミナとか敵のヒットポイントとか、そういうのを細かくオンオフ設定可能なんですね。これはかなり嬉しいかなという感じです。全部オフにすればね、あと難易度もさらに上げることもできますんでね、まあ、簡単すぎると思ったら全部オフにしていくとか、そういうこともできますよね。で最後にね、クラフト要素についてまとめて終わりにしたいなと思うんですけれども、まあ、クラフトの種類自体はねそこまで多くないんだけれども、最初に一画面に全部収まっちゃうかなぐらいな感じであるんだけれども、ただアップグレードがあるの で、アップグレードのレベルも10ぐらいあるのかな、10ぐらいあるので、その1段階1段階に応じてできたアイテムも変わって別のものとして生まれてくるので、そのレベルが見れないっていうのがちょっとアイコンではね難しいところなんだけれども、まあ、とにかく同じアイテムだけれどもアップグレードによって性能が全然違うので、種類自体は豊富という感じです。で武器につけるモッド、これの効果が本当劇的に変わるので、ですごいね派手なんですよ派手だから、このモッドはどんなそのねアクションがあるんだろうとか見るのがね、作るのがすごく楽しいという感じです。でナイトランナーツール、パラグライダーとか、ああいうのグラップリングフックとか、ああいうのも実はアップグレードできて、アップグレードするとすごい性能が変わるので、これも面白いという感じです。でその辺のレアなものをアップグレードするには、敵を倒してその倒した敵から拾える討伐の証みたいのが何個必要とか、そういうのがあるんですね。なので敵を倒しによし行こうみたいな気分にさせてもらえるんですね。強敵をね買ってこようみたいな、なんか狩り場が必要かなみたいな、そういう楽しさもあるので、探索のモチベーションになるんですね。だからクラフト要素とこの探索のモチベーション、素材集めのモチベーションがいいバランスかなって感じなんだけれども、で飛び道具の弓とかクロスボウがあるんだけども、これが手に入るとさらに沼ですね。あの矢の種類が結構あって、この矢がまた面白いんですよ。爆発するとか、敵を出血させる、毒を与えるとか、いろいろあって、これがまた面白いですね。であと投擲武器類、火炎モロトフカクテクルとか、あとは自分にブーストをかけるやつとか、こういうのもあって、しかもそれぞれにレベルがあってアップグレードしていくとさらに強力なのが作れるとかあるので、これを全部試していこうとなるともう楽しくてしょうがないみたいな感じになりますね。あとは弓とか爆発矢とかモロトフカクテルではその素材が被ってたりするので、どっちを何個作っていこうとかね、その戦略性とかも生まれてくるので、それを考えるのもね楽しいかなという感じです。で後半結局素材が大量に欲しくなってくるので、探索に行くとそのなんていうのかな、いろいろバッグから拾うとか、なんか集めたりするってことになるんだけれども、それがオブジェクトとかが使い回しでもう全然気になんなくなってくるみたいな、むしろ使い回しにしててくれた方が、あここには必ず何かがあるみたいのがすぐ感覚で分かるようになってくるので、むしろ同じ形をしててくれた方がいいかなみたいな、バーって集めたいっていう人向けになると思うのでね、この使い回しというのは後半やり込んでくればやり込んでくるほどどこに何があるって分かりやすくなってくるので、ありなんじゃないかなという気になります。なのでね、最初使い回しじゃないかこいつらみたいな、なんか手抜きかなみたいに思うんだけれども、これは多分やり込んできた人が素材集めでもうめんどくさくならないように、もうそこで何か
すげえこのバッグの作り込みとかバッグを漁るアニメーションすげえとかはやっぱ最初だけだから、いやもう素材しか用ないからみたいな感じになってくると、もうサク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 とにかく集められた方がいいよってことになるので、多分それ用なんじゃないかなという印象です。とりあえずね、私の感想はこんな感じなんですけれども、皆さんはどう思いましたか？よかったらね、コメント欄でご意見をお聞かせください。それじゃあね、これからもなんか攻略情報とかね、アップデートの情報とかですよね、特に何かニュースあったらね、お知らせしていきたいと思いますので、まだの方はよかったらチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きダイングライトライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。